東京競馬場11レース、第37回ネギシステークス G3 ダート 1400m 戦16頭で争われます。1着馬には G1 フェブラリーステークスへの優先出走権が与えられます。この競争、1着馬のオーナーには地方競馬全国協会理事長賞が贈られます。向こう正面ゲートインは非常に順調、あと1頭は初の 1400m 戦16番剣進行、入りました、全馬ゲートイン完了です。スタートしました、揃いました。まず内から2番のヘリオスが出ていきました。追って1番オーロラテソーロと2頭白い帽子2頭が前です。2馬身がいて8番テイエムサウスダン3番手につけました。その後ろから15番エアールマス、そして13番レモンポップ先段につけていきました。その後ろからは9番ベルダーイメル、11番ジャスパープリンス、内には3番ホーアマゾンです。中段外目からは14番のバトルクライがいって3コーナーカーブへ向かっていきます。4番石油、その後ろから6番ギルデッドミラーの追走、中段少し後ろです。10番タガノビューティー、7番のレディバグ、3、4コーナー中間へと向かっていきます。12番デンコーリジエール、そして5番のアドバイアルプス、前半600は34秒6、これら後方寄りの追走、3、4馬身がいて16番剣進行が最後方となっています。4コーナーに向かっていきます。わずかに1番オーロラテソーロ先頭、外から2番ヘリオス接近2頭、4コーナーをカーブして直線です。この2頭の外からはエアアルマス、最内を狙ってテイエムサウスダン、手応え十分にレモンポップも上がってくる。残り400を切りました。この外からジャスパープリンス、中段からの追い込みはバトルクライ、タガノビューティー、馬群の中からベルダーイメル、大外に持ち出して6番のギルデッドミラーが伸びてくる。残り200を切って先頭に躍り出る13番のレモンポップ、リード1馬身、外からバトルクライ、タガノビューティー、連れては6番のギルデッドミラーが外から迫ってきて4頭が広がる。先頭13番レモンポップ粘る、迫るギルデッドミラー、レモンポップ、レモンポップだ、ゴールイン。13番レモンポップ押し切りました。離れた外から接近6番ギルデッドミラー、これはわずかリオエバスの2番手、3着争いに14番バトルクライ、追い込み10番タガノビューティーです。初の重賞タイトルを手に入れて G1 へと堂々と名乗りを上げます。13番レモンポップ、前走武蔵野ステークス花差2着に泣いた悔しさ、同じ相手に2度は負けませんでした。6番ギルデッドミラー猛追しましたが、この追撃を抑えました。3着争いはさばいてきた14番バトルクライ、追い込み10番タガノビューティー、この2頭の3着争いです。わずかにここは14番バトルクライ優勢、13番6番14番の順、勝ちタイム1分22秒5、上がりタイムゴールまでの 800m が47秒9、そして 600m は35秒9です。負けを知らないこの東京ダート 1400m で重賞のタイトルを手に入れました。13番レモンポップ。